優の飯豊まりえさん主演の連続ドラマ、ひねくれ女のぼっち飯、テレビ東京展が7月1日に始まる。人気ドラマ、孤独のグルメ、シリーズ、昨日何食べた、忘却の幸子などのグルメドラマを生み出した同局の新たな、飯ドラマ。飯豊さんは人付き合いが苦手で友達もいない、ひねくれ女の主人公、河本つぐみを演じる。7月1日深夜0時半から第1話、同日深夜1時から第2話が放送され、第3話以降は毎週木曜深夜1時に放送される。主人公、河本つぐみ、飯豊さんは、インスタグラムアカウント、ホワイトホースを見つけ、魅力的な食事の写真と、自分と似た理不尽な境遇が綴られた投稿に魅力を感じ、白馬の王子様と呼んで慕うようになる。やがて、つぐみは、投稿主のホワイトホース、白石和馬、江本次生さんと同じものを一人で食べる、ぼっち飯が日々の楽しみになっていく。第1話は、町中華、カツカレー。河本つぐみは、インスタグラムアカウント、ホワイトホースに出会う。顔も名前も不明だが、よくある料理なのに、妙に魅力的な食事の写真と、自分と似ている理不尽な境遇が書かれた投稿に魅力を感じ、ホワイトホースを自分の白馬の王子様だと信じて。第2話は、大衆食堂、生姜焼肉定食。必ず連絡すると言ったのに、二度と連絡をくれなかった元同僚、小西かな子、かのんさん。彼女と偶然再会したつぐみは暗い気持ちに、そんな時、僕は透明人間になったというホワイトホースのインスタに共感を覚え、投稿の店へ。しかし、そこは女子には入りづらすぎる大衆食堂で、